はい。えー、田中肖像を朗読する15分を始めたいと思います。えー、っとですね。はい。えー、今日のところですが。はい。昨日は、えー、原田浄介、えー、他宛書簡を読みました。えー、この、えー、書簡が8月8日でして、えー、今日読む書簡の方は8月22日になりますので、 その間の出来事を、えー、ちょっと追っておきたいと思います。まあ、あい、あからですね、発症後読事件略年表、えー、から、えー、抜粋しつつ、ちょっとまとめつつというところです。8月10日、えー、第6回、えー、衆議院議員臨時総選挙が行われる。えー、はいで、衆議院、えー、議員臨時総選挙ですね。<laughs> ちょっとなんかい,ない,いきなりって感じもありますが、県政本党候補の田中正造は、栃木第3区より出馬、これはいつも通りの、えー、栃木第3区です。田中764票、木村半兵衛46票の大差で当選すると、まあ、これは本当に大差ですよね、えー、20分の1ぐらいとかになっちゃうんですかね、これはね、もうちょ,うちょっとあれかな。 えー、十何分の一とかってな,なりますよね。はい。で、8月18日、栃木県の被害地、町村で学校教育ができなくなり、教育費補助願いを県知事に提出。はい。つまり、えー、これは、あの、免祖、えー、というか、まあ、そもそも稼げないわけですから、で、まあ、免祖は免相でいいんですけど、まあ、そうすると、あの、予算がなくなって、学校教育が まあ不成立ということになります。はい。で、このあたりは、あの、県知事に、えー、補助してくださいということなんですが、まあ、あの、どうなんでしょうね。本当にね。そうやって、免相になるからといって、もう、自治が全然成り立たなくなってしまうという、そういうやっぱり仕組み自体がもう問題ですよね。本当にね。はい。で、では続きを読みたいと思います。 山本英志郎ほかて所管、明治31年8月22日、久野総辞職、はいで。これ、久野っていうのはあの久野村ですね、まあ、ちょっと前も出てきてますが、私もあの行きましたっていうふうにあの言ってたところですね。で、えー、足利、今の足利市になります。で、えー、久野の総辞職、はい、この総辞職っていうのはどういうことでしょうか。 少しく、えー、被害民面目相立ち相らわんとするの折からまたまた町村制の公爵に騙されてぐずぐず前とならんといたし候につき昨夜より非常多忙に候かねて町村制の亡滅は憲法保護の請願の冒頭に記載しあるものに今更になりても町村制のために束縛せられる。 かれん、まあ、これはかわいそうにと。この領民、大島もご救済、なられくださるべく騒涼、ご参考に申し上げ騒涼なり。えー、ということで、山本栄志郎さんという方は、あの、まあ、そういうことができる、えー、立派な方なんでしょうね。えー、確か調べたとは思いますが、まあ、一応念のたにもう一回調べますが、えー、よく、 ちょっとですね。うん。はい。まあ、運動、運動家だったということはわか、わかりました。あの、ちょっと今、子孫の方が、えー、書いてくださっているのが、あの、ページがででありますけど、えー、渡瀬村、旧渡瀬村、下早川田の、えー、そうですね、雲龍寺に結集し、まあ、これは雲龍寺の話ですね。で、まあ、あの、 はい要するに、この山本栄志郎さんというのは、えー、最終的にはです、ね、群馬県会議長になったりもしているということですね。はい。で、えー、まあ、ですがこれはちょっと書いておいた方がいいですかね。すいません。この山本栄志郎さん、群馬県会議長、お勤めた。 まあ雲龍寺、えー、に、えー、で、まあ、えー、活動、そういう方ですね。うん、で、ちょっと、久野総辞職のところは、ちょっとね、私も、あの、えー、わからないんですけれども、まあ、この、あの、九村はですね、えー、明治29年、 足利軍と、えー、柳田軍が統合されたことにより、えー、足利軍に所属して、えー、昭和 30, 30年ですねあああ。ごめんなさい。昭和三十年に消滅かだから明治29年に、そうですね。で、これはもうすでにあの何回か出てきていると思いますが、おそらくこの久の総辞職っていうのは、えー、この間のですね、まあ、おそらく足,足利軍と 柳田軍の統合とありますが、あのウィキペディアなどにねありますが、実質足利軍になったので、まあ、足利軍への合併というふうに言っていいんじゃないかと思います。よ、えー、るものかとで。これは明治29年の話ですね。で、まあ、あの、 今は完全にこの区の、えー、でもくの地区という言い方は残ってると思いますが、はいえー、あと、保田と野田というふうなあの地名がですね、えー、あったような気がします。で、えーはい、でこれもだから、あの前々から出てるテーマではあるんですけど、明治期のその自治破壊、それであのどんどんその大きな 町村制にですね、合併していくことで、えー、ある村でできた、いた、その、組織とか、リーダーシップというのをどん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 崩していくっていうね、問題ですね。はい。で、え、こ、れもその一つなんではないかなというふうに、あの、思います。まあ、町村制。この町村制の問題ですね。村の、えー、その、 古い村ですね。この古い村の自治が破壊されるという問題です。特にここは、あの、鉱毒、えー、被害激甚地なんですね。それもちょっと、あの、あるんじゃないかと思います。えー、まあ、加えて、鉱毒被害ですね。メン損と、それから、あの、 なんていうか、その選挙ができないということで、蝶、えー、が出せないということですね。えーそんえー、まあ蝶、えー、が出せないと。首蝶といった方がいいかな。出せない。まあ、そういう問題だというふうにおそらく思います。はい。で、日記、えー。明治31年8月25日。ここの間はまあそんな時間がないんですが、あのあ 事故がありましたね。えっ、ー、と、8月25日に、このと、今の栃木県足利郡久野村の人民総代、室田忠七が、えー、損費補助額を内務大臣、大倉大臣に提出するということで、まあ、今の、えー、この田中正造はですね、えー、この山本栄志郎さんに助けを求めたけど、ね、どちらかとと群馬県の人なんじゃないかと思いますが、先ほどの。 調べではねでこの方にもこう助けを出して、一方、この室田忠七さんというのは、この久野村にあのいたあの有,有力者ですね。で、この方が、えー、中央政府に対して、まあ、補助を願い出るということです。はい、で、ちょっと明治、えっ、えー、と、日記に戻りますが、明治31年8月25日、8月25日、この朝、格言をう、持得なり。 まあこれは自分で考えた格言です。ということですね。およその知者といえども、百字に十字せば、各目的を達すること、ほとんど稀なり、およそ愚者といえども、先進一位たらば、その目的を貫かざるはなかるべし。ということで、まあ、あの、知恵があるものであってもですね、あまりにもいろんなものに手を出したら、それぞれの目的を達成せられないでしょうと。まあ、これ耳が、あの、なんか、 ちょっと痛いというか、私もいろいろなものに手出しすぎちゃっててっていう、あの、一応学者なんですけれども、ちょっといろんなことをけんあの研究したり論文を書いたり、ちょっとしすぎですね。えー、はい。えまあ、冗談ですけど、田中正造のことも毎日あの一生懸命勉強してますけれど、 ま、論文として、あの、か、か、各、あの、本当に専門の研究者というふうにはまだ言えないので、そすが、あの、なろうと頑張ってるというところです。はい。で、えー、この日、各軍配達の印刷、出退数。はい。えー、何か、あの、配りたいものがあるんですね。印刷物がね。で、204通を発す。えー、ことは、えー、存税補助の請願につき、また、町村制なく、 町村法律なき、剣剣ということです。はい。まあ、自治がもう壊れてると。えー、あまり自治破壊って言葉はそんなに出てないませんけど、まあ、それが、ある種のテーマになってるかなと思います、ね。あの、この、特にこの年の後半っていうのはね。で、次の、えっ、ー、とですね、日記までの間の出来事をちょっと読ませていただきますと、8月27日に土地事件、 足川郡柳田村の村長が、えーまあ、これ、えー、柳田郡が柳田村になったんですね。えー、村歳入減村につき、えー、国庫金補助願いを提出すると、まあ、同じようなものですね。で、えー、重要なのが9月3日から9月7日、えー、渡瀬川が大洪水を起こします。はい、というわけで、大洪水が起きた後の ことなんだよということで、えー、起きてる途中ぐらいですかね。9月5日と6日ですからね。今、3日から7日ぐらいまで洪水があるということで、まさしに大洪水中と。えー、ですが、田中は、どうなんでしょうね。これ東京にいるっぽいですね。9月5日、要は今、内閣の組織以来、寸号のこうなし何も、あの、えー、功績がない。要はゆえに政治、 政治界に暗愚たる上に、さらに愚となれる。要は、かも、えー、アヒルの鳥のごとく、川のべ足のほとりの貧村に出没するのみ。これはちょっと言い過ぎじゃないでしょうか。<laughs> あひえっ、ー、と、えっ、ー、と、まあ、そうですねか、えーと。かも、アヒルの鳥のごとく、川のべ足のほとりの貧村に出没するのみと。 こういうふうに自分を捉えてたんですね。えー、っと、確かに貧相なんですけれど、えー、別に何かをめぐって、恵んでもらうためにあの出没してるわけじゃないですからね。かつ栄養乏しき食物をもらうて、食するのみ。って言ったらあ、本当そうでした。えー、っと、こういう貧相に出没してご飯をもらって食べていると。ちょっと田中さんはここまで、 ねついさっき、さっき、あの、衆議院議員に圧勝してた人が、こういう、あの、状態なんですね。故に宮殿、え王室、まあ、これ、玉室って書いてありますが、玉室の大成長のことは、もうも知らず。はい。で、これ、日記に書いてあることなんで、なんか誰かにこう、わざとこういうことを言ってるってわけじゃないんですって自分でそういうことを言ってるわけですよね。 しかれども、要は発明せしことあり、政治運動、何ぞの気楽なるを知れる。はい、これもなんか面白いですね。この発明せしこと、これはあの、発明ってのは何かを発明するっていうだけじゃなくて、こう、思い浮かぶっていう、ね、ことですよね。政治運動というのは気楽なんだ。公読問題と比例的、政治は悲創のみにて、今の政治の気楽なるを恐れて驚けり。 ということですねわかりましたこれは、あのこういうことですね、政治運動は気楽なんだけど、鉱読問題、えー、に比べたらっていうことですね。だから、あのこれあの、ここで政治運動っていうのは、鉱読問題とは別で、中央の、だから中央のまあ,あの政治運動、まあいわゆるこの政局ですよね。 でこれは、鉱読問題に比べたら気楽なものだった、まあ。そういうことです。で、えー、このね、この、えー、衆議院議員ですね、に、まあ、圧勝した田中が、まあ、貧損で食べ物を恵んでもらっていると。 まあそういう状況ですよね。こちらの方がずっと厳しいということですね。はい、えー、大変な話で、えー、終わったって感じがありますね。あのあまりこう、こなんとも <laughs> コメントのしようがないですね。うん、なんとなく、悲壮感が田中自身の中にも高まってるような、そんなかもうちょっと前からお金がないって話が出てますけれどね。 はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。